ハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人こと町田デギナマです。現在、2023年の9月21日木曜午前9時54分ですね。はい、昨日もう朝6時15分に起きて、もう川越を8時間ぐらいね、まあ、もう聖地巡礼歩きまくりで10キロ以上歩きました。で、右足薬指には水ぶくれができてますね。で、帰ってきたのがもう夜7時40分とか、まあその辺でしたけども、まあ編集作業終わらず、まあそこからリアクションを、あやかしトライアングルと、好きな子がメガネを忘れた私の幸せな結婚で、死神ウォッチの黒メイドで、死神ウォッチの黒メイドの、まあもう一回見ながらの感想あらすじ作業をしながら完全に寝落ちしてまして、何時間寝たんかな、多分まあ5時間6時間は寝たと思うんですけども、はい、もう昨日汗べったべただったんでね、今もシャワー浴びてきて出てきて、そしてはい、白聖女と黒牧師の11話ですね。このリアクション取れば、溜まってた分が終わります。頑張ります。はい、じゃあ行きましょう。 D アニメストアですね。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからんタイミングで広告が入ってきますんで、申し訳ないんですけども我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションを確認でお願いします。いきます。3、2、1スタート。さあ今回2人の出会いというサブタイトルね、気になる。寒くて出られへんのかな、これ。あ、やっぱり。おお、見た。おお、前回のあのガーランとやったか、これ。この絵面おもろいな、どこに飾ってんねん。ちょっと意識してるな、前回から。お、ローレンスがちょっとあれやね、戸惑ってるね。あ、まあ、やっぱもう昨日さすがに疲れまくってたんで、マジであとは多分このままこういって、こっちで全く寝れるスペースないんですけども、無理やり寝てしまってました。いつ寝たか全く覚えてません。よし、これ終わってアップロード終わったらね、川越の聖地巡礼の動画仕上げます。まだあと1時間以上かかると思うんで、1時間済むかな。さあ前回はね、平成行ったとアベルが戻ってきたものの、違う家に住むってことでね、引っ越しをちょっと手伝ったんかな。さあ、二人の出会いが明かされるんやね、今回。あ、エルちゃん、壁たん。そう、それは。
恥ずかしいねんな、まあ気持ちはわかるわ。一応わからん。言うたね。フフフ。せせせ。さあ、すぐに出会いやな。ほう、寿司はこんな北斗の拳の霊みたいやったね、最初。これは天気予報図？朝まで調べてるよ。
サムネで来るかな。あ、サムネイル来た。どこから来たんやろ。橋を壊すことで土砂が流れ込まんくなるってことやね。え、そういうこと？ああ、レベッカさんとエリックまずどこから来たのかが気になる。スコンスコン、小池スコン。食費が助かるね、2人からしたら。お、屋根裏部屋。もう動けません。思い出。
星が見えんのか。ずっと野宿やったってこと？ほんな。両親は？ああ、祖母が倒れた。ああ、亡くなった。ああ、典型っていうのは夢で。橋にあれか、流れてきたものが引っかかって全部町に行ってまうってことか。まず根拠が、あんたほんまに聖女かってなるもんね。
ゆずだっけな。それを言葉にして言え言え。あ、寝た。セシリアの両親は？ローレンスの両親は？なんか気になるな、そこ。特殊エンディング。それを恋と言うんだ。あ、誰が言うてんねん。特殊エンディングでもなかったか。C パートはないか。いや、あるか、ちょっとだけ。セシリアが来る少し前のお話。急にだ、あのおじいが亡くなってついおじいの分まで作ってしまったってことかな。あ、そうか。まあ、あの、え、前回か、前回もあのローレンスってあのヘイリッターとアベルの分まで作ってしまってたもんね。だからなんかそのローレンスのなんちゅうの、その人となりっちゅうのはあれやね、こうずっとこういた人はずっと一緒にいる的な感覚になってんのかな。うん、ちょっとどういう手かわからんな。はい、まあまあ、まずは寒うて起きられへんセシリアの部屋にこうローレンスがあげた、あれはネックレスやね、ネックレスと、それからガーランドっていう単語先週初めて知りましたけども、ちゃんと飾ってやったと。ちなみに先週かな、ネックレスと、ペンダントの違い言いますって確か言ったな。ネックレスはほんまにこれだけ、ペンダントはここに何かついてるものだそうです。まあまあ、それを言えば選手は言うの忘れたと思って、確か言ってたと思うけど、あの今思い出しました、それを。で、まあアベルと、ヘイゼリッタに関してはもう壁をどんどんやるから、私の部屋のものが落ちるんです、私の持ち手から大丈夫って、このやり取りがおもろいね。これはいいコントや、ドア開けろってことねっていうね。まあ、そして、まあまあ、今回ついにね、二人の出会いというものが、示されたわけですけれども、うん、両親ってそこが気になるな。で、その聖女はその何、典型を受けたものが聖女になる、だから誰が聖女になるか分からん世の中っていう意味合いでいいんでしょうか、これは。うん、で、セシは物心ついた時に
に転勤を受けて、その時にはもう森の中でおばあ様と暮らしていた。両親って もちろんセシリアも人間やろうしね、ローレンスも両親、まあ、その辺は気にせんでいいことなんやろうか。お互いがおじいちゃんと住んでた、おばあちゃんと住んでたってことやもんね。で、まあ、セシリアとの出会いっていうのが、まあまあその、なんや、まず出会いを回想したのが、もう出会った時からセシリア様じゃないわ、聖女様って呼んでるからっていう、アベルとの会話からやね。うん、まあ、水害が来るから橋を壊さんとえらいことはなりますせっていうのをこう言ってるけど、まあ誰も信じてくれず。まあでもね、良かったのは、その町の人たちが、なんやねん、この変なやつは、お前どっか行かんかいって言って、追い出されるようなことをせえへんところが、町の人々は良かったなと。いい町なんやなって思わされる。で、まあそこでローレンスと出会い、まあローレンスがまあ町の人たちを説得したという過去が明かされたわけやね。逆に、いつからローレン呼びなんかが気になるね。牧師様とかじゃないんや。ローレンス君とかでもなく、いきなりあだ名なんかな、まあ、そこも気になるけど。まあそしてまあね、冬は寒いだけじゃなくて星が綺麗に見えるんですよっていうのをまあ教えるためにね、あんな屋根裏部屋、今まで明かすことなかった屋根裏部屋に連れて行ったと。なんで明かさへんかったのな、今まで別にその何もなかったのに。これ気にせんでいいんかな。実は何か隠されてるとか、そんなこともないんかな。まあほんでまあね、セシリアはこうローレンと一緒に過ごしてるのが幸せやって言うけども、ローレンスも早くそれを伝えなさいとね、いうツッコミ皆さんしたんじゃないでしょうかね。なんだこの気持ちはって、それを恋と言うねんと。うん、まあだからようやく多分次回最終回なんでね、ようやくローレンスも自分の気持ちを伝える時が来るんじゃないかな。あとはなぜこんなにローレンスは鈍感なのかが気になるところです。はい、ということで、白聖女と黒牧師11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、今回1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在はコロナの影響で約3年7ヶ月仕事がほとんどありません。貯金と節約生活でなんとか生き抜いております。そんな自分の本業を知っていただきたいので、ぜひ説明文になります URL をクリックしていただいて、何回見てやってください。そしてできたらチャンネル登録お願いします。はい、そして深田恭子さんと出てるこの CM ですね、もう1年以上経ちましたけども、よかったら見てください。まだ見てない方は URL 貼ってますんでね。はい、アニメのリアクション、その他もろもろスタートして今日で1274日長いことやってますが、このチャンネルもっと長い2009年の4月から使ってます。そして2020年の、4月頭ぐらいから2021年の8月18日あたりまでの推定2000本以上のリアクションの動画、自ら手で削除させられております。そんな地獄をね、乗り越えてこの活動を続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラ道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。